くりが池から望む立山、宇宙王に、室堂山宗立山権現は、立山の山岳信仰と、修験道が融合した、神仏集合の神であり、阿弥陀如来を、根治仏とする。大宝元年、佐柄木有りが、立山で鷹狩りをしている時に、阿弥陀如来の衰弱である熊の神源にあったのが、立山権現の由来であり、修験道場としての立山の解散と伝承される。 大宝3年3月15日に、京京商人に、立山で次元した十二書本殿が祀られ、一社は無料光仏の衰弱神、二社は無変光仏の衰弱神、三社は無下光仏の衰弱神、四社は無体光,光仏の衰弱神、五社は炎、大光仏の衰弱神、六社は正常光仏の衰弱神、七社は換気光仏の衰弱神、八社は 知恵光仏の衰弱神、九社は普段光仏の衰弱神、十社は南重え光仏の衰弱神、十一社は無償光仏の衰弱神、十二社は超実月、光仏の衰弱神として信仰された。江戸時代には足倉首都によって立山権限信仰が全国に広められた。明治維新による神仏分離、廃仏希釈によって、 修験道に基づく立山権限は廃された。明治2年、足倉寺、岩倉寺は廃寺に追い込まれ、小山神社に強制的に改祖された。また、立山修験道の布端大勘定や、立山権限信仰の布教が禁じられた。ありがとうございます。